では今日も葉巻をぶち決めていきましょう。本日の葉巻はこちらです。イヤーオブタイガーですね。この葉巻、ネズミ年からね、ハバノスはイヤーオブということで干支のスペシャルシガーを出してきたんですけれども、今年の寅年、2022年はですね、イヤーオブタイガー、アップマンから選ばれました。なんとね、マグナム52なんですね、こちらの方。まずは葉巻の前景を見てもらうというふうなことで、綺麗なシガーですね。まあハバノスの限定品、大体みんな綺麗なんですけれどもね、ラッパーもみんな綺麗で張りがあっていいですね。色はコロラドですね。一番目に惹かれるところはこの虎のフットリング。一個前のイヤーオブオックス、もうその前のイヤーオブラッド、もうフットリングがあしられてるんですけれども、まあみんな赤いんですよね。これもやっぱりハバノスの売り上げが中国が今トップなので、それを意識した作りにはなってると思うんですけれどもね。でもフットリングよりも気になるのが、実はこのマグナム52なんですよね。マグナム52。実はマグナムっていうのは、アップマンからいくつもリリースされてるんですけれども、マグナム46、48、50。で、52がなくて、飛んで54、56っていうのが今までだったんですよね。なので実は、アップマンマグナム52っていうのは、これが初になります。で、マグナム52なので、リングゲージは52っていうのはわかるんですけれども、実はこれ、リリースされてない品なので、ね、長さがね、厳密なところわからないんですよ。ご存知の通り、ハバノスっていうのは、全部手作りなので、全部、ノギスで測ってみても、1ミリちょっと短いとか、1ミリ長いっていうのはね、よくある話なんですよね。なんで測ってみたんですけれども、多分全長147ミリから148ミリ。150ミリはいってないんですよね。で、リングゲージ52で150ミリだと、ビトラデガレラ、カニョナソっていう名前になるんですよね。ビトラデサリダはロブストエクストラ。スロリ小さいと 52×140 でヘニオス。これはもうロブストエクストラなんですけれども、スロリ下になると、52×135 で、エドムンド。これはロブストっていう風な名前になるんですけれども、今までにないビトラなのかなと。だから、正式なところ、このシガーのビトラデガレラはまだわからないです。ハバノスからのリリースを待ちましょう。多分、ビトラデサリダはロブストエクストラで間違いはないと思うんですけれども、なんて名前かな、ビトラデガレラ。マグナム52っていう名前、そのままだったらちょっと受けるんですけれどもね。で、実際ハバノスっていうのはこういうプロトタイプとか、あとは作る前のものですね。イメージとかを出して、で、それが製造されないっていうのは過去にいろいろあったので、この葉巻が実際に市場に出回るかどうかは出てみないとわからないです。そこのところはあしからず。でもね、そういうアバウトさがハバノスの特徴なので、それがね、ダメっていう人はね、そもそも葉巻に向いてないのでね、仕方がないです。我々スモーカーはハバノスが出したものを慎んで吸わせていただくっていう風な立ち位置なので、勘違いしないようにしましょうね。こちらのマグナム52、マグナム52、イヤーオブタイガーですけれども。香りはね、ほのかなウッド系。そんなにね、パンチの強いアロマはしないですね。で、表面も、そんなにオイリーっぽさはなくて、どちらかというとカラッとした印象の外見ですね。で、葉巻派の全体から香りが出てるので、全体の香りを嗅ぎます。もちろんフットも含めてです。ここが唯一の開口部ですけれども、表面、中からオイル分が揮発して、それが全体にアロマとして出てるので、
全体の香りを嗅いでみます。うん、やっぱりなんか淡いウッドって感じですよね。さてでは早速実演してみたいと思います。まずはね、じゃあヘッドカットしていきましょう。はい、フラットカットしてきました。じゃあね、こちらの方フットリングはね、吸うときにはね取らないといけないんですよね。これがね、なんかもったいないから、こっちの方にスライドさせてね、吸おうかなと思ってもね、ラッパービリビリビリって言ったりするんでね、こういう風に普通に抜いてあげてください。優しいタッチですね。最初に香った時のイメージのウッドっていうのは当然強いんですけれども、初っ端からウッドとナッツ、その旨味が爆発しますね。最初火をつけた時立ち上る香りが本当にナッティなイメージが強かったんで、それがキーになってるテイストなのかなと思ったら、やっぱりもうその通り、もう味を最初から吸う前に放つ香りでも発揮してくれてますね。タッチはミディアムで全然尖ったところがないです。若い葉巻、当然作られたばっかりの葉巻なんですけれども、すでにこなれた感じがしますね。アップマンの特徴の小麦ザクザクした感じの小麦のクッキーみたいな甘みの奥に、これはカシューナッツであるとか、あるいはアーモンドであるとか、ミックスナッツって言った方がいいですね。いろんなナッツの旨味が封じ込められてます。ほのかな甘みは、くるみっぽい甘さがあるんですけれども、和菓子のあんみたいなもの、こしあんですね。このまろやかな口当たり。と、小麦っていう風なのをさっきお話ししたんですけれども、小麦と、くるみとあんでありますよね。ああいうくるみ大福みたいなの、本当にね、あれをね彷彿させる味わいですね。だから優しい脂っこくない和風の甘さ、和菓子なんかほっこりするような味わいですね。ロブストエクストラですから塩量も豊か で当然ドローもスムース、口の中で旨味と甘みが爆発する感じですよね。これはね、スモーカーだったらね、嫌いな人はいないタイプだと思いますね。確かにアップマンだと中道すぎる、あまり個性がないっていう風に思われるビトラとかもあったりするんですけれども、これはこの柔らかな甘みが際立つ感じで、で、やっぱり味わいの奥行きがね、すごく強いですよね。ロブストエクストラぐらいの太さになると、フィラーをたくさん使うことができるんで、味わいに積層感をたくさん作れるんですよね。逆に言うと、細い葉巻っていうのはそんなに味わい深く作ることができないんですよ。これはもう物理的に仕方がないことなので。ただもう、マグナム後にリングゲージ52ぐらいになると十分味わいに深みを持たせられますんで、その中でアップマンの個性を生かす、レシピ作りっていう風なところができてると思いますね。美味しいです。ここまでしか吸ってない感想ですけれども、イヤーオブタイガー今年1年だけの限定じゃなくてスタンダードラインナップにねしてほしいですね。これでもね、アップマンのマグナムシリーズって確か2種類ぐらいリミターだからスタンダードラインナップになってるやつがあるんで、これもねなってくれるんじゃないのかなってちょっと期待しますね。本当にね美味しいです。マグナム5252。中盤になってくるとやっぱりこの劇的な変化がハバノスの面白いところ、ハバノスの妙ですよね。メタリックなタッチとビターなところが加わるんですけれども、場面転換っていうか、それが徐々に加わっていくような形で、甘みとビターを喫煙の仕方で両方とも楽しむことができるんですよね。フ
フィラーが多いっていうのはさっきもお話ししたんですけれども、そのおかげでやっぱり味わいに奥行きが出せるので、ちょっとこれもね、そこの方がよく見えないですよね。スイカ体によっていろんな振れ幅を見せてくれるので。そして強い立ちではないんですけれども、舌の上にいつまでも残る旨味っていうのが後を引いて、どん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 、喫煙欲を捨てる間も、ね、こっちの方にぐいぐい引きつけてくれますよね。うん、美味しいね、これ。終盤の方になってくるとね、こう、ソリッドな感じのキツ感。ちょっと固めのナッツがもう一回出てきて、あ、最初のタッチはこんな感じだったなっていうふうに思い起こさせてくれるんですけれども、これね、終盤の方になると甘みもやっぱりぐっと出てきて、特に強く燃焼させてあげると、チラチラ小さい花のようなフローラルな感じのタッチと、そして甘み、蜜っぽい甘みが出るんですけれども、それでも甘ったるいっていう風な感じではなくて、すごい爽やかな、さらっとしたような感じの甘みなんですよね。アップマンのマグナムシリーズ、いろいろありますけれども、その中でもいいもののさらに上積みっていうんですか、上位変化、って言うんでしょうかね。そこのところがね、うまーくね、引き出されてるんですよね。序盤から終盤までの、ね、変化も、もう言うことなしなんですけれども、一つね、言うことであればね、やっぱりね、限定品ではなくてね、マグナム52っていうことで、このままの品質で、スタンダードラインナップでね、いっぱいに販売してもらいたいですよね。特別な箱とかじゃなくていいから、他のマグナムシリーズみたいにキャビネットに入って、一杯に売ってくれればなーっていうふうに思うシガーですね。素晴らしいシガーです。またね、こういうふうな感じの新しい新作と同じですね。新作のシガーをね、テイスティングしてね、紹介していければと思いますので。では残りこれをね、堪能させていただきたいと思いますので、それではまた。うまいなぁ。